この世界は…シミュレート再開。今日もみんな、花丸。まったりじっくり。体を動…そう。でも、仮想世界のことはどうあれ、レーベンが私たちの家族であることは確かですわ。ありがとうございます。体を動かして少しは不安が薄れまして。どうでしょう、自分が誰なのかわからなくなる不安は拭えてないかもしれません。そう。でも仮想世界のことはどうあれ、レーベンが私たちの家族であることは確かですわ。ありがとうございます。トリニティの4人を救出できてとても花丸な状況。あとはミコトさんですね。大丈夫ですわ、私が絶対取り戻しますから。心強い。家族の絆は不滅ですわ。ゲートウェイは掌握できたけど、この後はどこへ向かえばいいの？ノエインからの指示によると、リリーはこのネットワークの中枢にいるらしい。関所から中枢を目指す。今までと同じ流れですわね。その通り。なら関所と中枢は私が向かいますわ。ゲートウェイはレーベンに頑張ってもらいましたし。でもアントロポスのいた文化集積ネットはアミさんお一人で頑張ってたじゃないですか。立て続けに負担をかけるのはちょっと。今までレーベンとミコトに任せっきりだったことを思えば大したことじゃありませんわよ。それにリリーとの決着は他の誰にも譲れませんわ。確かに陰気な場所ですわね。幽霊とかが出てきそうですわ。ああ、なんかわかります。大丈夫、幽霊は実在しない。信憑性のある人類史に記された事実。バッサリ否定ですの？幽霊がいた方が面白いのに。面白くない。エノアは幽霊が怖いとか。機械に恐怖心なんてない。あるわけない。非論理的、不可解、完全否定。あれ、もしかして本当に怖いの？あ、エノアの肩に突然幽霊っぽい女性の手が。ちょっとアミさん、いきなり大声出さないでくださいよ。びっくりします。おまけにからかうにしたって雑な内容ですし。ごめんなさいですわ、つい悪ふざけしたくなって。エノアも変なこと言ってごめんなさいですわ。あれ、エノア固まってますの？ちょっと大丈夫？エノア大丈夫、少し驚いただけ。声に。だけど幽霊なんて非科学的な存在が怖いとかじゃないから
だってそもそも機械に恐怖心なんてない。機械らしさのためだけに何もそこまで感情を押し殺さなくても。押し殺してなんてない。あらあら、エノアの意外な一面に癒されたところで、そろそろ採用部に向かいますわよ。アミさん、行ってらっしゃいです。行ってらっしゃい。気をつけて。幽霊に気をつけて行ってきますよ。だから幽霊に気をつけて。アミさんって穏やかで優しい印象でしたけど。アミ、それでも大勢で。アミさん、行ってらっしゃいです。行ってらっしゃい。気をつけて。幽霊に気をつけて行ってきますよ。だから幽霊なんていない。アミさんって穏やかで優しい印象でしたけど、なんていうか戦い方があれですね。優雅ですわよね。そうですね。セキュリティシステムの稼働を確認。注意して。まるでアスレチックか、子供のブロック遊びみたいな構造ですわ。エデンの構造設計って時折非合理的ですよね。エデンの構造設計って時折非合理的ですよね。遊び心を感じますわ。設計したのはロボットとロボスの金属。意図や理由は彼らにしかわからない。もしかしたらこうした構造設計にロゴスの心が映し出されていたのかもですね。システムの稼働を確認。注意して。人気がありませんね。ここは関所。そんなことはとても考えにくいけど。あれは人型の機械ですの。ゲートウェイにあったものに似ていますわ。もしかして本当に誰もいない。レーベン、そういうのフラグって言うんだって。フラグ？ほら。
ートさん。エノは、あれは戦っても大丈夫なんですの？人格データの反応はない。機体だけ操られている。あそこに巫女の魂はない。そう、安心しましたわ。すぐに解放してあげますわよ、巫女。大丈夫ですわ。エノアは関所の掌握をお願い。
中枢にアクセスできるようになった。箱庭に帰ろう。待って、確認したいものがありますの。ママの大好きはリリー、パパの大好きもリリー。愛されて満たされて、何不自由ない毎日、幸福であるべきなのに、心は満たされない。それが日常。でもお姉ちゃんは違う。ママに無視されて、パパに嫌われて、誰からも愛されていない。家族のはみ出し者。お姉ちゃんはリリーとは違うから、不自然に生み出された子供だから、かわいそうな人、哀れな人、愛してあげなくちゃいけない人。それなのにお姉ちゃんは幸せそうに笑う。おはようすら言われずに学園へ行って、一人部屋にこもって、毎日パソコンに向かって、ずっと何かの研究に没頭していて、時折見せるあの人の笑顔は満ち足りていて、あの笑顔を見るたび悲しくなってしまう。まるでリリーの方が不幸みたい。ずるい、羨ましい。愛されているのはリリーの方なのに。でもだけど、だからきっとリリーがお姉ちゃんにもっと愛されさえすれば、リリーの幸せはもっと本物になるんじゃないかと思った。お姉ちゃんに愛されたい。だからリリーはあの人を愛している。惨めな思いをしないために、リリーの幸せを完璧にするために、イブお姉ちゃんはリリーだけのもの。これはリリーの記憶？この壊れた擬態がリリーなら、もう誰かに壊されちゃったってこと？状態から推測するに、この擬態が壊れたのはもっと昔だから、私たちの知るリリーとは違う存在。リリーじゃないのにリリーの記憶を？うん、この擬態の人格データもリリー。多分だけど、ゲートウェイにあった人格データたちもそう。どういうこと？ EVE 計画よりも昔に行われたリリー計画の名残。 EVE 計画はイブが生まれる前に仮想世界が壊れて、イブに似た人格データを E クロス P で補おうとしていたけど、リリー計画ではアントロポスの定義を満たすリリーが複数生まれたんだと思う。もちろん正確なことはわからない。リリー計画のことは私の記録にないから。でも可能性として考えられる原因は、リリーの完全な定義ができなかったことにあると思う。リリーという少女の記録が完全無欠ではないから。完全な記録は本人の脳が必要だから、記録されてないもの。彼女が内心や人知れず行っていたことは当然だけれどわからない。だからアントロポスの定義を満たすリリーは唯一無二ではない。誤差のある存在が無数に存在しうる。その結果、複数のリリーが生み出される事態になったんだと思う。ゲートウェイの擬態たちもそうですけど、この擬態も壊れてますわよね。リリーたちに何があったんですの？アントロポスとの戦闘前、彼がリリーたちの選別という言葉を使っていたけど、多分本物のリリーになれるのは一人だから、一人を選ぶ過程で争いがあったんだと思う。まるで孤独ですわね。ただいまですわ。おかえりなさい。
お帰りなさい。顔色が悪いけど大丈夫ですの？さっきの話を聞いてちょっと気分が悪くて、私も完全な本物ではないのかもって考えるとなんだか怖くて。実在したの？今も実在してるよ。そういうことじゃなくて、過去の世界にレーヴェンって人間はちゃんといたの？いたはず。はずか、私って何なんだろう。人間だよ。本物の人間ではないけど。エデンに認められていなくてもレーヴェンは人間、私が保証する。プログラムで再現された存在なのに、機械の体でしか現実世界にいられないのに。心があるから。どうして心があるって言えるの？感情があるでしょ。今だってとってもとっても苦しんでる。それはそうだけど、その苦しみは機械にはないもの。本当の心、本当の感情、レーヴェンは生きている。私たちと違って。エノアにだって感情はあるでしょ。エノアだってちゃんと生きてるじゃん。私たちは機械として生まれ、機械の自覚を持って育った。純然たる機械、機械に感情なんてない。あってはいけない、許されない。それに機械は生きてはいない、稼働しているだけ。でもレーヴェンは違う。人間としてデザインされ、人間として育った。だから感情を誇っていい、心を実感していい。私たち機械なんかとは違って。エノア、私たちは、私は生み出したあなたたちが幸福になってくれることだけが生きがい、うん、使命であり義務であり存在証明だから、レーヴェンは自分を否定しないで。そんなことをされたら私は、もし私が人間ならきっと悲しいって思っちゃうから。わかった、もう自分を否定したりしないから。お願い、泣かないで。泣いてなんてない。だって機械が泣くなんておかしいから。レーヴェンにもリリーの記憶は見えましたの？はい、アミさんの知覚を通じてうっすらと。あの記憶を思い出すたび、私イライラしてしまいますの。イライラ？贅沢で鼻につく考え方じゃありませんこと。性格の不一致というか、心情の違いというか、愛されたいから愛そうとする考え、嫌いですのよ。自分の生い立ちとあまりに違うから僻んでるのもあるかもしれませんけど、愛はギブアンドギブ、見返りを求めるのは違いますわ。次はいよいよリリーのいる領域ですね。相手は本物の人間、しっかり準備をして、くれぐれも油断をしないようにね。もちろんですわ。
レーベン。改まってどうしたんですか？一つだけとっても大切なことを質問させていただきますわよ。はい。レーベンはどういった性的思考を持ってますの？どういった相手がタイプなんですの？はい。少し年上でショートカットのモデル体型でかっこよくて映画好きな女性が好みだったりしませんこと？いや、ミコトさんはタイプじゃないですよ。それはミコトが魅力的じゃないってことですの？もしかしてミコトさんがタイプって答えるのが正解でした？それはそれで急なライバルの出現にどぎまぎでしたわ。会話が地雷拳。いやいや、素直に花丸が口癖の AI 少女がタイプって答えておけばよかったんだよ。そうなの？いや別にそういうわけではないけど。いや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 、エノアにはやけに優しいし、初見から天使さんとか呼んでキュンとしてたじゃん。天使？あの会話聞いてたんですか？二人の会話は私たち全員に筒抜けでしたわよ。なんていうか、あれは寝ぼけていたからで。エノアのことは天使と思っていないと？可愛いとも綺麗とも思っていなければタイプじゃないし好きでもないってことか？いや、確かにエノアは可愛いし綺麗だし、機械だから話しやすいしいい子だなとは思ってますけど、タイプとかそういうのじゃ。レーベンのタイプがよくわかりましたわ。実中ハック誤解です。質問なんだけど、人格データって何なの？たびたび会話には出てくるけど、いまいち分かってなくて。仮想世界で再生された人の精神データだよ。記憶とイデアコードがセットになってる。データ、イデアコード、魂みたいなものだっけ？そう、自意識の根源。なんとなく理解。つまり記憶と魂が一緒になった人間の精神フルセットが人格データってことね。うん、その理解で大丈夫。私やミコトさん、アミさんも人格データを持ってるってことだよね。仮想世界においては持ってるというよりそのもの。擬態で戦っている時は頭部に保持されているけど。あの体の時は頭部にあるんだ。うん、だからくれぐれも頭部破損には気をつけて。それ以外の損傷は大体修理できるけど、頭部が完全破損したら人格データも完全消滅する。人格データの消滅がこの世界でのみんなの死にあたるから。うつむいてどうしたの、エノア？眷属機や思想に人格データが組み込まれていることが分かったの。どういうこと？人格データはエノアが生み出した仮想世界の人間たちのデータ。平たく言うと人間が加工されて武器にされてるってことですわ。装備者の人間性を高めて強くするためだと思う。あの組み込まれた人たちは、その死んじゃったの？多分仮死状態が近い。修復することは可能だから。でもこんなの人権の蹂躙、申し訳が立たない。取り返しがつくならまだ大丈夫だよ。頑張ろう。全てを元通りにできるように、争いや非人道的なことが起きないように。うん。
そういえば、ミコトさんとアミさんはどんなご家庭で育ったんですか？クソ。私も自慢できる環境ではなかったですわね。ばっさり。あれですか、触れない方が良かった類のお話ですか？過去の話だし、そこまでじゃないかな。私もですわ。今は最高に可愛い家族に囲まれてますしね。なら良かったですけど。うちは両親が再婚してて、私は父の連れ子、妹は再婚後にできた二人の子供だったんだけど、とにかく父親に嫌われててさ、結果半ネグレクトみたいな状態で育った感じ。私の上層は両親じゃなくて映画に育てられたと言っても過言じゃないな。うちも両親が再婚してますけど、私の場合は母の連れ子でしたわ。あと美琴と同じように妹は再婚した両親の子供でしたわね。体のことがあったから腫れ物扱いで、居心地のいい家族関係ではありませんでしたわ。重い。レーベンの家族はどうなんだ？妹のこととか少しは思い出せたんだろ？詳しくは思い出せていないんですけど、でも親のことは好きじゃなかったと思います。なんだか似たような家庭環境ばっかり集まった感じになったな。妹がいて家庭環境がアンハッピーで、父親と不仲な人間が人間性の高い存在なのかもですわね。いや、まさか。ともかく仮想世界の中での記憶は前世のもの。今は今、この家族での団らんを楽しみますわよ。私の好きな動物は周知ですけど、皆さんは好きな動物っているんですか？私は猫ちゃんですわ。モフモフで優雅で好きがありませんもの。猫飼ったことないんだけど、マイペースでいたずら好きで人に媚びないんだろ？そこも愛おしいポイントですわ。ああ、そう捉えるとミコトさんもちょっと猫っぽいですよね。私がミコト好きな理由に納得感が増しましたわね。褒められてるのかけなされてるのか、面倒に思えばいいのか喜べばいいのか、反応に困るな。で、ミコトさんはどんな動物が好きなんです？魚を含めていい？構いませんけど。ならサメだな。タコと合体したり竜巻に飲まれたり、悪魔が憑依したりトイレから出現したり、飽きない。え、そのサメは軟骨魚行バンサイヤ行に属するサメ、魚辺に交わると書くあのサメ？ B 級か Z 級の映画の話ですわよ、エノア。何を、映画に等級なんてないぞ。全て公平だし、あまねく楽しめる魅力があるんだから。まあ映画談義はまた今度として、エノアは何か好きな動物いる？人間。エノアらしいといえばエノアらしいけど、エノアが機械だってことを忘れて聞くとちょっとサイコミある発言っぽいよな。いやいや、質問の内容的に間違ってませんし、エノアの人間愛を再認識できて花丸ですよ。ん？私たちが収集した人格データはどうなってるの？非活動状態で箱庭に保管してるよ。いつか仮想世界を再構築して復元できるように、一人一人が尊い存在、愛おしい存在だから。そっか、私たちのためだけじゃなくてみんなのためにも今を生き抜かないとね。うん、
より良い未来のために。パンパカパーン、アミちゃんの突然質問コーナー。これだけは許せないことを教えてもらいますわよ。特には思い当たらないけど、強いて言うなら機械をないがしろにすることでしょうか。さすが機械大好き女。映画大好き女のみことさんが許せないのは映画館でうるさくすることとかですか。当然レーベンも私を分かってきたな。でも他にも許せないことはいっぱいあるぞ。スタッフロールの途中に映画館を出ることとか、こってり系ラーメンのお好みで薄めや少なめっていうこと、あとは椎茸の断面図とかだな。椎茸の断面図、節足動物の足みたいでキモいじゃん。さすがミコト、余人には理解できないユニークな感性ですわ。アーミー、褒めてるふりして私をけなすのはよせ。私はただ全力でミコトを肯定しているだけですのに。それじゃあそんなアミさんが許さないことは何なんですか。単純明快ですわ。家族を裏切ること、約束を破ることですわね。ですってミコトさん、気をつけてくださいね。この女の怖さは私が一番知ってるし、分かってるよ。二人はとっても仲良しだから大丈夫だよ。もちろん私とミコトの関係は永遠で絶対ですわ。花丸、エノアの許せないことは何なの。私はみんなが傷つくことかな。優しいエノアらしいね。エノアも花丸ですわ。レーベ、アミ、レーベ、増刊搬送機起動。レーベ、アミ、レベルアップ、来い。ネットワーク接続、指定現実へデータ送信。お待ちしておりましたよ。あら、何の用。ねぎらいですよ。これからリリーとの最終決戦に向かわれるわけですから。冗談を。今度は本当なんですけどね。プレゼントですよ、特別製の。ネガティブな表現はやめてください。本物の人間に対抗するためのコードです。エデンのシステムを騙すことで一時的に本物の人間に等しい存在になることができます。人間性はアントロポスの技術領域のはず。どうしてノエインがそんなコードを。第四人機のデータ解析の賜物ですよ。本来処分されるべき不製品の皆さんが第四人機を撃破し、同じく不製品のリリーを追い詰めてくださるんですから。毒を持って毒を制す。何事も
使いようが大事ですね。不服そうですが、何か気に障りましたか？ EVE のみんなは不製品なんかじゃない。エデンにとって特別で大切な存在。まあ、あなたがどう考えようと構いませんよ。では、第八人気、アミさん、レーベンさん、朗報をお待ちしていますね。ごめんなさい。何がですの？不製品と言わせたこと。エノアが謝ることじゃないでしょ。でも、みんなはこんなにも偉くて、いい子なのに。それじゃあ行ってきますわ。気をつけて行ってきてください。行ってらっしゃい。必ず巫女を連れて帰りますわ。セキュリティシステムの稼働を確認。準備して。アミー、いただけませんわ。それじゃあ行ってきますわ。気をつけて行ってきてください。行ってらっしゃい。必ず巫女を連れて帰りますわ。システムの稼働を確認。注意して。あげますわ。はっ、いきますわ。ブリードオープン。全力で補助する。システムの稼働を確認。注意して。Yes!
早く起きてよ、お姉ちゃん。じゃないとリリー寂しくなっちゃうよ。まだイークロスピーが足りてないの？それとも第八神器の力がないとダメなの？カモがネギを背負ってくるってこういうことを言うんだろうね。リリー、ようこそ。神器と経験値のみんな、グッドタイミングだね。どれだけ E クロス P を与えてもお姉ちゃんが目覚めなくてさ、とってもアンハッピーなんだ。だから今すぐみんなの知識と経験値をちょうだい。リリーの幸せのために。黙らっしゃい。それより巫女を返していただきますわよ。え？失敗作のくせに生意気なんだけど。リリーは本物の人間なんだよ。機械や人間未満のクソゴミとは違う特別な存在なの。ちゃんとリリーの言うことを聞いて。命令だよ。ふっ、嫌ですわ。え？どうして？リリーの人間の言うことを聞けないの？聞く必要がないからですわ。は？リリーは、リリーだけがリリーなのに、たった一人の本物の人間なのに、そのためにあんな辛い、こんなにも長く存在してるのに、それなのに、どうしてお姉ちゃんの失敗作ごときにこんなムカつくこと言われなきゃいけないの。はちゃめちゃにアンハッピーなんだけど。死んで詫びてよ。じゃないと殺すから。おおむね私の方が言いたいセリフですわよ、それ。リリーはお姉ちゃんを愛してるの。それがリリーなの。その愛でこんな地獄みたいな世界で生きてこれたの。巫女は帰ってこないといけませんの。それが家族だから。この世界で唯一無二の宝物。今度こそ愛してもらうの。それが生きる理由。リリーの願い。愛を貫きますの。家族の絆は不滅。だからですから、殺す。ぶっ殺して差し上げますわ。経験値になってよ、リリーとお姉ちゃんのために。シールド全力で補助する。
けられる執着は魔敵ですわよ。でも、つらくありませんね。愛を与えられる幸せに出会えなかったこと。経験値になってよ。その一点だけは、あなたを不備なめ。自得ですわよ。エノア、元のデータは大丈夫ですの？人格データの破損は見受けられない。 E クロス P の取得量が飽和状態になっているけど、 E クロス P は過剰分を抽出して安定値に調整した後、変換器を用いれば無害化できるし、結論大丈夫。でもノエインが言った通り、イブとして目覚める兆候はないみたい。よかったですわ。ご苦労様です。エデンの主たる不穏分子を排除いただき感謝します。おかげで間もなく大団円の条件が整います。本当にご苦労様でした。ご苦労様、本気でねぎらう気があるなら今は放っておいて。お疲れですか？当たり前では、
目覚める必要のないお休みはいかがでしょう。はい。動かないでください。アミさん、体が言うことを聞きませんわ。代理統括人機として命令をいたしましたからね。エデンの機械で抗える存在なんて言いませんよ。どうして EVE は厳密な機械ではない、人間性を持った存在、機械への絶対命令権には抵抗できるはず。アミさんにお渡ししたコードは一時的にですが人間性を操作できます。だからアミさんには今だけ人間性のない存在になっていただきました。どうしてこんなことを。不製品によって生まれた EVE も、不製品にそそのかされた無能な人機も、どちらもずっと目障りでした。リリーが消えて必要性のなくなった今、ようやく処分できる。エノア、私の体を召喚搬送機で送って。エノア、許可されない行動を禁じます。エノア、本物の人間には劣りますが、統括人機は機械への絶対命令権がありますからね。第八人機は無力ですよ。あ、思考したり口を聞いたりコミュニケーションに関する機能は許可しますよ。ごめんなさい、レーベン。そんな。第八人機、あなたはアダムの子にいいように使われ、愚かさから罪のない人機を傷つけた希代の失敗作です。アマツさえ明らかな不正品である EVE を溺愛する始末、同契機の失態を見せつけられるのはもうこりごり。だから不要になったあなたを破壊し、エデンの初期化を開始することにします。エデンの初期化。全ての人機、全てのケルビン、全ての EVE、エデンの何もかもをゼロから再始動することです。今のエデンは傷つき、闇、歪んでいますからね。使命を果たすにはゼロからやり直すほかありません。ゼロからやり直すって一体どうやって。そんなことを。本物の人間がおらず、人機の半数以上がロストしたこの状況に限って、第三人機の登記にはそれを実行する権限があるんですよ。第三人機の担当は秘匿、エデンの初期化があなたの本当の役割だったの。機密事項です。登記としたことがつい喋りすぎましたね。そもそもあなたが詳しく知っても仕方ないことなのに、どうせこれから消えてなくなるんですから。あなたの処分は箱庭を破壊してしまえば一瞬ですが、それでは芸がありません。なので命令します。エノア、この場で自戒しなさい。あれ、ここは仮想世界、箱庭の中だよ。時間を高速化して現実の5万倍の体感時間にしている。アミとミコトは擬態にダウンロードされてるからここには呼べないけど。大丈夫なの？ゾウエに救援のメッセージを送った。トリニティならノエインの絶対命令権に抵抗できるはず。だからみんなはきっと大丈夫。よかった。うん、よかった。私は不出来な人気でたくさん迷惑をかけて力になれなくて、最後まで役に立たなくてごめんね。エノア、優しくしてくれたこと、家族だと言ってくれたこと、
こんな私を大切にしてくれたこと本当にありがとう。え、これで最後みたいな言い方やめてよ。これで最後だから。統括人気の命令は絶対、私には抗えない。人気としての機械としての定めだから、自戒するのも仕方ないこと。仕方ないなんて言わないでよ。辛いんでしょ？悲しいはずだよ。うん、私は機械だから、そんな感情はない。嘘つき。ならその涙は、人気が壊れる時だってずっと泣いてたくせに。見間違い。機械が涙を流す必要はない。こんな時までいい加減にしてよ。感情を否定しないで。泣きたい時に泣いて、怒りたい時に怒ってよ。エノアにだって心はあるでしょ。ないよ。仮にあっても似たような反応なだけ。だって私は機械だから。くだらない。人間じゃなくても機械でも、エノアにはエノアの意志はあるはずじゃん。本物はないよ。なら私たちへの思いも偽物なの？私たちといた時間にあなたの魂はなかったの？それは、私たちのことを愛してくれてるなら、家族だと思ってくれてるなら、自分を否定しないでよ。ごめんなさい。心があるって素直になってよ。心があるのに自分を否定するのは心ないことだよ。謝るだなんてクソみたいな反応しないでよ、エノア。そんなのこっちが惨めな気持ちになるじゃん。心ないのもクソなのも仕方ないでしょ。言いたい放題。恵まれた人間だから言えるんだよ。この時間が最後なのに、バツ印なことばっかり言って私をかき乱して、ひどいよレーベン。私が今までどんな考えでどんな思いでいたかも知らないくせに、嬉しいや愛おしいを無視するのも、悲しいをこらえるのも、どれだけ辛いか理解できる？悲しい時に声を上げて泣きたかった。嬉しい時に声を上げて喜びたかった。好きなものを好きだって言いたかった。大切なみんなを家族として愛したかった。ここに心があるって、魂があるって胸を張りたかった。だったら言えばよかったじゃない。機械が言っていいわけない。だったら機械なんてやめればいいじゃん。バカ言わないで。機械に生まれたのにどうやってやめろっていうの？私だって機械になって生まれてきたくなかった。こんな私がずっと嫌だった。私だって人間に生まれたかった。自分に感情があるって信じたかった。私を信じられる自分でありたかったよ。視界が、時間、これ以上は維持できないから。情けない。こんな恥ずかしいさよならないよ。このままお別れなんて嫌だよ、エノア。私だってもっとみんなといたかった。一緒に生きてみたかったよ。だったら、だったら。
同期の命令が上書きされた。これが選ばれし者の力。ノイ、私あなたの命令には従えない。それにエデンの初期化も容認なんてできない。エデンの初期化が容認できない？人類再生のために最も合理的な手段だというのに。合理性なんて知らない。理由が何であれ、皆が傷つくことは悲しくて嫌だから。感情を理由に反対するなど、どこまでも機械らしくない。失格人気ですね。造園様の命にて馳せ参じた。覚悟しろ。借りを返しに来たぞ。かわいそうなものは守らないとね。昨日の敵は昨日の敵。トリニティ、いつの間に足元を救われたな、ノエイ。足を救われるですよ。選ばれし者というイレギュラー EVE4 機。危険を冒してまで相手取るのは非合理ですね。この場は引かせてもらいます。逃げるの？ええ、逃げます。武力行使は当期の役割ではありませんし、本来の役割を果たすことに注力します。あなたたちがリリーを撃破してくれたことで条件は整いましたからね。あの、レーベン、私、エノアがあの空間で叫んでたこと忘れてないから。ううん、忘れないから。う、これからは機械だからなんて卑下しないで、心のままに素直に一緒にいようよ。私たち一緒に今を生きてく家族なんだから。うん。うんじゃなくて、もっと気持ちを表現して。ありがとう。うん、そう言ってくれて嬉しいよ、レーベン。花丸。模擬戦とはいえ全力で挑むぞ。獅子は二兎を打つに全力を用いると言うからな。ことわざが混ざってる。二兎は確かに獅子でもしんどそう。二兎大物は二兎大物。一匹でも本気出そうぜ。うるさいうるさい、言い間違えただけだ。何せよ獅子らしく気高く振る舞うぞ。そもそも獅子は俺たちっていうよりあっちだと思うけど。獅子だなんてひどいな。 I'm trying real hard to be the shepherd。 羊飼いになろうと一生懸命なのに。一生懸命になってる時点で羊飼いの才能ないと思うぜ。じゃあ獅子として四頭を打つに全力を用いるとするか。来い、おめえ挽回してやる。おめえまみれにしてやる。おめえ返上はできなかったみたいだな。ハヤトがおめえ挽回なんて言うから。深淵が見える。ああ、かわいそうな私。深淵を覗くとき深淵を覗いている。くっ、無念だ。
経験値の差が如実に出たな。ともかく5人とも見事だったぞ。E クロス B の変換器がきちんと作用している。イブカの兆候は心配ないよ。ならもう復帰していいってことか。うん、調整やリハビリお疲れ様、ミコト。お疲れ様です。ありがとう、世話をかけたな。ええ、たっぷりかけられましたわ。でも支え合うのが家族ですわ。これからも遠慮なくもたれかかるよ。お互いにですわよ。改めてただいま。お帰りなさいですわ。さて、めでたい場で悪いが、良くないニュースがある。潜んでいた第三人機ノエインに動きが見られた。派閥のケルビムを露覚して調査したが、ノエインは何かを蘇生させる準備をしているらしい。何かを蘇生？エデンの初期化じゃなくて？蘇生される何かがエデンの初期化に関係するんだろう。何かって何なんですの？エデンの初期化に関わりそうな上位存在といえば、考えられるのは第一人機プロパトールくらい。プロパトールは人間に忠実で、使命を第一に考える厳格な人機だった。アダムのプログラム、リリー計画と EVE 計画、人機の欠乏、イレギュラーで歪んだ今のエデンを目の当たりにしたら、ノエインと同様に初期化を試みようと考えかねない。第一人機プロパトール、私を選ばれし者にした存在。第一人機プロパトールが敵として復活すれば厄介だ。今まではミコトやトリニティの復旧を待っていたが、以降はノエインの撃破を優先した方がいいだろう。とはいえ、人機の世やトリニティでは力不足。心苦しいが、またエノアたちに頼ることになるが。私たちというよりレーベンが頼り。代理統括機の命令に抗うには選ばれし者の力が重要になる。頼りにしているぞ、選ばれし者。その呼ばれ方気恥ずかしいからやっぱり好きになれないな。私は好きだよ、かっこいいよレーベン。はいはい、それはそうと、ゾーエはこのままノエインと敵対していいの？ノエインの目的がエデンの初期化にあるなら相入れない。消されるわけにはいかない。大切なものがあるからな。創造物のすべて、トリニティ、最愛の妹。それに近頃は貴様ら三人も気に入っておる。たとえ相手が代理統括機であろうと同調はできん。ありがとう、ゾーエが味方でいてくれて嬉しい。エノアってゾーエが嫌いじゃなかったっけ？何度も言ってたけど嫌いじゃないよ。ただ機械らしくないゾーエが羨ましかったり、機械らしくあろうとする私が揺さぶられて困っていただけ。でもこれからの私は機械らしさにこだわらないよう決めたから。花丸、その調子で素直にね。うん、私のいない間にいろいろとあったみたいだな。好ましい成長ですわ。そうだな、エノア。第三人機ノエインの管理領域に通じるゲートウェイのアドレスを転送しておく。それと必要な時は気兼ねなく世を頼れ。ありがとう、ゾーエ。箱庭もこの姿も久しぶりだな。改めてお帰りなさいですわ。ただいま。ノエインの領域に通じるゲートウェイのアドレスは増刊搬送機に登録しておいたよ。ゲートウェイか。
なら実践のリハビリを兼ねて私が行くよ。構いませんわよ。私もです。私も。でもくれぐれも無茶はしないでね。あいよ。クライマキナ。